どうだい？種子島の諸君、最後のお祭りは楽しかったかな？最後？どうして消えたはずじゃ。それが僕は未だにここにこうして存在している。残念ながらね。どうして？僕の計画プロジェクトアトムは完璧だった。本来なら今頃世界はこの僕の手の中にあるはずだった。それがまさかこんな片田舎の小さな島の人間に阻止されるなんてね。滑稽極まりないとはこのことだ。君たちは知らないだろう。外界との接触を遮断された、データ化された記憶の海がどれだけ冷たい世界。まさかあんたここに来たのは復讐のため？不尊な愚民には神の鉄槌が必要なのだよ。自分を神だとでも言うのか？そんな身勝手な。知らなかったのかい？僕は元から身勝手な人間さ。実験失敗の原因はゴミを捨ておいたことだよ。精密な機械に小さな小さなゴミが入り込んだせいで全ての歯車が狂ってしまった。うちらをゴミだっていうの？だが今回は失敗はしない。まずは君たちを、そして君たちを英雄のように称える種子島の人々を排除することから僕の新たな野望は始まる。言っておくが、この僕が先日の僕と同じだと思ってもらっては困る。恋愛ごっこにうつつを抜かし、過ぎ去った青春の遺物まで担ぎ出して、人生最後の祭りは存分に楽しめたようだね。過去の思い出と未来への希望、それが打ち壊される瞬間、人はどんな顔をするのか。一興だよね。
これだけ言ってもわからない連中もいるだろう。これをまだ将だと思っている者もね。そんな諸君のために示してあげるよ。これが現実だということをね。ラギ、違う、あれも幻のはず。そう思うかい？だったら確かめてみるがいいさ。さて、本当の祭りの始まりだ。落ち着いて、皆さん、とにかく落ち着いてください。どうだい、狂楽から一転、恐怖の底に貶められる気分は。やはり沢田さん、一号機だ。それじゃ、お台場での騒動の後、行方不明になっていた。まさかこんなところに現れるとは。どうする、カイ。どうするって言っても。残念だが僕は平等主義でね、ゴミは全て等しくゴミでしかない。
あいつの思う通りにされるのはムカつくよね。だからってどうするって言うんですか。せめて乳がんつく2で一発くらいお見舞いできれば。無茶ですよ。たとえできたとしてもガンツク2の走行で耐えられるわけがありません。一発食らえばそれで終わり、ジエンドです。でもここで尻尾を巻いて逃げるわけにもいかないでしょ。逃げることだって作戦の一つですよ。だから逃げ遅れてるお客さんを置いて。大徳先輩、せめてみんなが逃げるまで時間稼ぎくらいしないと。私もジュンナさんの意見に賛成です。でも分かってる、どうせスバルだって最後まで残るつもりなんでしょ。買いかぶりすぎですよ。さてと、方針は決まったかい？逃げるなら逃げるで結構。その背中に向かってドカンと一発お見舞いするだけだからね。うちらは逃げない。それが俺たちの総意だよ。ダメでもせめて一発お見舞いしなきゃ気が済まないんで。愚かな、実にゴミらしい愚かな選択。でも僕にその一発を受けてやる義理はない。この僕に一発もダメージを与えることなくこの世から消える、それが君たちに定められた運命だ。運命ね。定められた運命などない。運命はあがいてあがいてあがききった者の前にのみ現れる。なんだいその陳腐な言葉は。僕の友達の言葉なんだけどね、僕はそれ真理だと思ってる。愚か者のざれ言だな。そうかもね。でもさ、今の時点で一つだけ確かなことがある。それは君島公、君は彼らには勝てない。かっこいい。面白い冗談だね。この僕が勝てない君たちに。現に一回負けてますがな。あれは僕自身のミスだよ。それに君たちには方法がない。あるのはその滑稽で無能なロボットだけだ。そんなことない。アキちゃん、そんなこと言って何か方法はあるの。ないけど、でも橋田さんにはあるんでしょ。僕、いや今んとこなんもないけど。え、だってさっきお前は勝てないって。あれはちょっと言ってみたかっただけで。嘘、あれだけ堂々と言ってたから何か対抗策があるのかと思ったのに。少しでもかっこいいと思った僕がバカでした。謝れ、期待した私の心に謝れ。ふひひ、させん。どうしたんだい、大きな口を叩いた割には何もしないのかい。だったら。
大丈夫、アキちゃん。他のみんなは？大丈夫です。ガンツク2が。どうしたんだ？僕は勝てないんじゃなかったのかな？ガンツク2。願いは叶う。強い思いがあれば願いは叶う。ちょっと、こんな時に何ナンセンスなことを言ってるんですか。いや、ナンセンスなんかじゃない。思いがあれば願いは叶うんだろう。橋田さん、アキタン、いや、瀬宮アキホ、あいつをガンツク2を何とかしてやりたいかい？もちろんだよ。だったら願うんだ、君のありったけの思いで。うちのありったけの思い。そう、違う思い。お願い、頑張れる。あの子を助けて。何をバカなことを。アキちゃん、部長先輩、アキホちゃん、現実逃避してお友達ごっこかい？いいね、君たちのそういうぬるま湯で甘ちゃんなところ、エドが出る。いいだろう、そういうことならみんな仲良くあの世に連れて行ってあげよう。さようなら、ロボ部の皆さん。
どうなってる？これ嘘でしょ？信じられない。私もです。 ありのまま今起こったこと、イクリオ君。言ったでしょ、強く願えば思いは叶うって。鍵の攻撃を防いだ。どうなってるんだ一体。アニメのロボットごときが出てきたところで何ができるというんだね。はい、オッケあれを食らったら、
まさか。いよ。くらえ、頑張るラッシュ。冗談じゃない。この僕がこんなアニメのロボットなんかに。悪いけどこれただのアニメのロボットじゃないんだよね。タイミングは分かるよね。嘘だ一気に決める。いけー必殺。頑張れランクスパイダたまには悪くないものですね。スーパーロボットとかいうものも。私としたことがつい叫んで悔しい。でもビクンビクン。癖になっちゃいそうです。さてと、この辺りに。お、あったあった、これこれ。
ああ、ナイタン、大変だったね。まさかこんなことになるとは。はい、でもまたあの子たちが頑張ってくれました。ほんとすごいよね、ロボ部のみんな。だけど橋田さんのおかげでもありますよね。僕は何もしてないけど。そんなことありませんよ。ちゃんとあれを用意してたじゃないですか。ああ、あれ？でも驚きました。まさか頑張れるになっちゃうなんて、一体どういうことなんです？そこは、ほら、みんなの強い思いが願いを叶えたってことにしといた方がよくね。それで背中に何を隠したんですか？ん？何のこと？僕よくわからないんだけど。何を隠したんですか？君島コーダを。はい。だから君島コーのデータ、凍結されてた先から抜け出した彼のデータが今ここに入ってるっつこと。え？どうして君島公を橋田さんが？半年前の戦いをちょっと手伝った時に興味を持ってさ。ただいろいろ調べてみたら、やつはどうもまだ完全に消滅してないって分かったんだよね。でずっと監視してたんだけど、今回の祭りの開催に合わせて動き出しそうな気配があったからさ、あいつを野放しにしておくのはちょっと危険すぎるっしょ。なるほど、それで急に島に来たんですね。 CIA とか FBI の凄腕エージェントみたい。惚れても良いのだぜ、キリ。ま、みんなには黙っといてよ、わざわざ言うことでもないから。あれは？
ん？あれ？どうしたの、カイ？あれ、橋田さんとナエさん、何を話してるんだろう。行ってみる？うん。アキちゃん、お姉ちゃん、笑っちゃうわね。平凡止まり、こんな冗談みたいなことを起こす子が平凡止まりなわけないじゃない。姉ちゃん、いつの間にかこんなに大きくなってたのね、アキ。姉ちゃん、あなたは私の自慢よ、アキ。ちゃん、お姉ちゃん、もうさっきからそれしか言ってないわよ。だってでもよかった、まだ私のことそう呼んでくれるんだ、お姉ちゃんって。当たり前じゃん、お姉ちゃんはいつまでもうちのお姉ちゃんだもん、うちの大好きなお姉ちゃんだもん。アキ、お姉ちゃん大好き。ありがとう、アキ。もしかして、本当にいいんですか？いいの、いいの。でも、何もそんなに急いで帰らなくても。つうわけでナエタン、みんなによろしく。橋田さん、あって帰るなんて水臭いでしょ。そうだよ、せめて一言言ってからでもいいじゃん。
すまんすまん、船の時間が近づいてたもんで。下手な言い訳ですね。確か次のトッピーの時間まではまだ少しありますよ。だってこういう時はひっそり帰った方がかっこいいだろ、上皇。強がりかっこ悪い。そうです、逆にかっこ悪いと思います。橋田さんとはいろいろあったよね。最初はトラブルばっかりで、なんだろこの人なんて思ったけどさ、今は感謝してる。うちもありがとう、橋田さん。ありがとう。みんながそう言ってくれるのは嬉しいけどさ、多分これ別れじゃなくて出会いなんじゃないかなって僕は思ってるんだ。どういうこと？みんなとは多分またどこかで会えるような気がする。この世界線のどこかで、きっとそれが。シュタインズゲートの選択だですね。そういうこと。どういうこと？さあ。なるほど、わからん。ま、細けいことは気にすんな。つうわけで僕は行くわ。みんなのおかげで楽しい夏だったよ。橋田さん。と、その前に。ヤシオキュン、これ。これ、もしかして。それじゃあの時発動したのも君なら、あの力自分で制御できるようになる気がするんだよね。それもそのなんとかの選択ってやつ。そういうこと。つうわけで今度こそ行くわ、のっちよー。またどこかで。ありがとうございました。お世話になりました。あり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 アリーベデルチ。橋田さん、橋田さん。橋田さん、足元気をつけて。え、うん。さて、
それじゃあそろそろ帰ろっか。そうだね。なんかさ、いろいろあったよね、この夏は。そうだね。でもさ、なんか楽しかったよ。ところで、カイ、あなた、勉強の方は大丈夫なの？明日から頑張るつもり。秋の方はどう考えてるの？将来のこととか。うちもいろいろ頑張る。人気臭い顔して。あのね、お姉ちゃん、うちらお姉ちゃんに報告があるんだけど。何？そのねカイト、うちは